はい、じゃあそれでは始めたいと思います。アンノンプレイスボリューム1、初回のインタビューのゲストはのど電波、よろしくお願いします。それでは、インタビュー内容に入っていきたいと思います。まずね、僕ら長い付き合いでやってるけど、そもそものど電波とは何でしょう。まあ、そういう生物とかいますよね。例えばどんな、いや、もうのど電波っていう物体っていうかないじゃないですか、自然界。ないね、絶対ない。ググったけどなかった。絶対ない。俺も調べたけど、なかったんで、そののど電波になる。多分ラップスターののど電波が出るよね。そう、あ、まあ今やったらそうなると思うんで、うん、そのホモサピとかそういうのじゃなくてのど電波になろうって。うん、の内容が俺が間違えたみたいになってるよな。そんな感じになっちゃったよな、今な。俺が質問の内容間違えたみたいな。うん、で、そもそもね、長い期間ちょっと眠ってた期間があったと思うんやけど、この中で、まあ、静まった中でなんでラップスターに出ようと思ったのか。まあやっぱそうですね、まあほんま手軽に応募できたし、まあ、工業がさしてた感じですよね、唯一の。まあ、そこしか道はなかったですね。あ、まあ、別にそんなことはないんですけど、まあ、その選択肢の一つっていうか、普通にこうやっぱチャンスやったんで、誰しもチャンスあるし、ほんで。そうですね。なんか昔そんな番組なかったじゃないですか。ああ、ラップに対してはね、そうですね。まあ、ラップ高校生ラップ選手権とか、はい、バトルのイベントとかはあったりとか、そういったのはちょっと違う切り口で。そういうのに出ようとは思えんかったの。そういうバトルの大きいところに出たいなとか思ってる。ボコボコにされるの嫌なんですけど。ああ、でもバトル強いよね。いや、調子によりますよ。調子による。調子によります。そのラップスターって時は基本調子良かったんや。まあ調子、まあいいか悪いかで言ったら、まあ悪かった。悪かった。調子はクソ悪かった。悪い中で出てきたのが、止まったら死ぬかと。止まった、あの時はもう死ぬほど寝た。寝た。死ぬほど。あれは結構考えて作ったりいくんですかね。まあ何回かやり直してっていうか感じですね。もう歌って、でまあこう書いてたやつをこう削ぎ落としていった感じっていうか、まあ最初応募動画で送ったのとちょっとだけパフォーマンス変わってるんですけど、まあやっぱスタジオ入って、あのやつを歌っていってってやったら、ほんで邪魔なもんちょっと洗練されてきて、ほんであの形にまとまった感じです。なんかめっちゃ結構歌うっていう意味ではめっちゃ一番歌ってるし、あのバースが。ああ、そうなんですね。ラップスターの内面ってどんな感じでした？収録場面とか、いざよろしくお願いしますって入っていって、まあその時に交流があったとか、まあカメラのスタッフさんとかどういう対応やったとか。ファーストはそのサイファーやったからあれ でセカンドはその俺の自宅の方に来てくれて、で、まあ、俺ん家周りとかその辺やってたんですけど、その、まあ、夜ぐらいに、なんか夕方ぐらいに、まあ、夜撮るって言ってたんで、その撮影の人リンク公園で、はいはいはい、撮るって言ってたから、そのリンク公園行ってで撮って、で3テイクぐらい撮ったんですけど、その後ぐらいにめっちゃ雨降ってきて、でもうカメラとか普通にまああったから、カメラとか滑って、でもカメラマンの人がもう手伝ったの、壊れるみたいな、やめややめみたいな。その時は良心的なのメンバーで手伝ったの。いや、もうそこはもう走って、なんでやって、濡れないところまで。シグマ君もおったから一緒に車を使って、あ、シグマ君ね、入り込みたいな。もうね、今こんなテンションで喋ってたらなんやけど、勝負事で言っちゃうと敗戦したと、負けてしまったと。その時に置いてきてしまった悔いとか、こうしとけばよかったっていうのは何かありますか。まあ、今のこうこの状態で、今のこの状態でもう一回やり直せるんやったら多分勝てると思う。っていう意味ではやっぱいくらでもそのもっとこう自分の中でこうやるよっていうか、はいはいはい、もっとこうストイックになれる部分もあったんじゃないかなっていう意味で、まあもうでも戻れないんで、まあだからまあ今もあの戻れたらっていうか、あの時はしてよかったなっていうことをこれからは詰めていく感じで、それを今後の、まあ、制作に向けて、いやでも全然まあ、しゃあないっていうか、まあ、それ もできなかったっ、まあ、負けても成長できる出来事だったっていう。ラップスターの収録中、ラップスターで頑張ってる期間、
感慨深い出来事って何かありました？やっぱもうその合宿の時にみんなと顔合わせした時が、うん、まあやっぱもうめちゃめちゃ普通に面白かったです、ね、仲良くなれたんですか？もう、まあ、めっちゃなんかみんないい人ばっかりやってたんで、だから全然普通に喋って楽しかったです。自分の変化を感じれた瞬間ってラップスターの中で一番ここっていうところありました？まあファースト出てでファーストからセカンドに行くぐらいですかね。そこでどう変わりました？まあ、一番30人って多いからその分母が多いとこから10人になるじゃないですか。だから一番倍率が高いセクションじゃないですか。だからまあそこで残れたっていうことは、まあ、ある程度はその通用するんじゃないかっていう確信はありましたね。そこで僕がね個人的に思ったことを言うならば、あのサイファーの時にすごく給付とか、そのトラックに対してのはめ方とか、言葉の語呂とかがすごく良かって、なんか今まで言いたいこと全部言っちゃうタイプやったから脳電波が、そのブームバップに対してもトラップに対しても、もうダラダラと何語か分からへんような日本語をずっとダラダラとほんまにあのお前の私服は竹本ピアノとか、そんなことをダラダラと言っちゃうようなタイプの中で急にラップスターで、僕もその何もやってへんかった期間も知ってるから、ほんまに何もやってへん期間、ほんまに何もやってへんから、ほんまに何もやってへん期間の中で急にああいうリリックラップになって、やっぱなんかその今まではやっぱこうたあのその割と限られた人たちの間とかの周りでラップしてるけど、じゃあまあいざっていう時ちょっとまあ外に出た時誰が知らん人が聞いても上がれるようにって考えたらやっぱああいう形になっていった感じ、最初やっぱその対誰かに聞いてもらうって考えて自分がラップ使ってやったらで削ぎ落としていって伝わるんかどうかとか、みんなこれやって知ってるかなみたいな。そういう意味で言ったらやっぱこうちょっとこうあのサード合宿の時コースとかステージの時はやっぱちょっとこうその自分のマイナーっていうかちょっとこう、ね、こう個人的な趣味に走ってしまった感があったかなっていうのをちょっと今考えたら、出発チャップス叩かれてたよね。出発チャップスなんかコメントでなんか L を意識してるみたいな感じでなんか逃してきてたんですけどじゃなんかそんなもんね、いや L 意識高かったんだデスノートなんでそんなうちそんなになるからそんなみたいな。やったことないから分かるんですよ、歌詞とか書いてないから。僕も舐めた方が良さそうですねベロベロって舐めた方が良さそうですね。ただ爆笑してるのを見てる視聴者変な展開。もう話戻すね、話戻さないと俺はどんどんそれって言っちゃうからじゃあね、インタビュー内容に戻ります。もしかしてこだわりがないのがこだわりですか？で、まあ個人的見解だけども、いやでもこだわりこだわるこだわこだわるんですけど、でも、こだわりでしかないんですけど、こだわりでしかないけど、そのこう意識的にこだわるというか、その自分が真の意味でこだわるっていうか、ほんまにこだわりたいなと思ってこだわることが重要なんじゃないかな。それはやっぱりレックの時もそういうラップのこだわりっていうのは全部出して、そうですね。絶対もうめちゃめちゃ聞き直して、そのちょっとでもやっぱ自分がちょっと違うかなって思ったらちょっともう。もう一回やろうって感じで、なんかめっちゃテイクみたいで言っちゃいます、ね、楽曲性で言っちゃうとあのストイックの方、どうなんだろう。僕はね、もうね、僕もラップやってるんですけど、レクするってなっちゃうとアンテイクっていうのが僕の中でもめっちゃもったいなくて、その時の質感を残しておきたい、その武骨な感じとか、あの、まあ、2パックとかでもあの自分がつけてるチェーンにつけてる鍵の音がレック中に入っちゃったりとか、そういうのも含めてあの文化じゃないかなって。あ、じゃあそれはでも、ほんまに思う。ただ俺が下手くそやからっていう、ほんまはそのもうだって一番一本取りでいきたい、まあでもラップスター出てますからちゃんとそう、まあその訓練的な感じで今まではずっとそんな感じでやってましたよね。やっぱりそういう面ではうまく活かしたいと、
まあ、やっぱうまいって思われたいっていうか、やっぱそのやっぱ乗ってた方が入りやすいっていうか、その聞き心地、そう、単純にやっぱほんでその作品としてやっぱ価値が高いっていうか、みんなやっぱ聞いてて楽しい。やっぱりね、聞いてて楽しかったのもあるし、そのラップスターに出て自分が楽しい人物やっていうのも広く知れ渡ってると思うんですよね。でその中で、まあ、もう体験してるでしょうけど、もう本名の KK よりも喉電波としての認識が以前よりはるかに強くなってて、過ごしにくいとか過ごしやすいとか、そういう差ってあります。やっぱまあそのちょっとなんかそのノルデンパさんですかみたいな、写真撮ってくださいとかみたいなとかたまに言ってもらえたりするんですけど、まあ、やっぱ嬉しいです、ね。そういう時どういうタイミングするんですか？チュッパチャップス舐めてるんですか？いや、チュッパチャップスとか全然なかった。ちょっとそこは大阪風な。そう、大阪風な。よかったな、でも同じホームでもともと近い関係じゃなかったけど、やっぱり梅田サイファーとか、僕らその梅田サイファーがやってる花金とかのイベントも何回か出たことがあって、でそのホームのあるシティさんにすごく押されてて、逆にちょっと嫉妬しちゃうぐらい、でも直接面識ないんですけどね。そうそう、それはね、僕もその KG さんとかその他の方々とかももちろん深い面識かって言われたらそうじゃないんだけど、まあ、R指定さんとか特にお会いできてない人やのにもかかわらず、すごくそういうフレーズを好んでもらってて、なんかね、やっぱり自分が豪語することじゃないけど、一緒の泉佐野ですごく感謝できる存在やなっていう風に、僕の仲間の変化は脳電波にちゃんと感謝しないとなっていう風には変化しましたね。本当にもうありがたいよ。やっぱりそこで泉佐野って言ってくれないと、ただどこにでもある広い田舎の町で終わってしまうような町やから、そこでシーンを確立しやすいようにあんな公やけた場所で泉佐野って出してくれて、本当にそこはずっと僕も泉佐野って言ってきた人間で、すごくありがたいなって思いましたね。今後制作とか予定あります？もうとりあえず一回もミックステープ10曲入れろって言ってたやつがもう2月上旬ぐらいには確実にロールアップして出す段取りで動いてます。サブスクで。サブスクと、まあ、CD もプレス500ぐらいできたらなって感じで。それ流通かけんの？流通はまあちょっとまだとりあえず最初は手売りで。でまあその流通のやつ調べて習得し次第インディーペンデントやあ、もう孤独やもんね。孤独に、そう、孤独やもんね。一人でロールアップするから、協力できることがあったら全然声かけてくれていいんやけど、そのね、強調したい楽曲性とかそのミックステープの中にある、その捨て曲なしでみたいですね、やっぱそれぐらいの気持ちで、それぐらい気持ちっていうか、やっぱ捨て曲は入れたくないっていうね。そもそもあんまり意識して聴いてる人ももう今時少ないとは思うんですけど、ライムって踏んじゃったり、ライムはあんまり踏まないようなイメージが、そのサイファーでもまあまあまあ、まあ、多いぐらいかな、そういうイメージやったんですけど、そのライムに関しては何かそういうこだわりとか概念とか持ってますか？あんまりまあなんかその踏みすぎてしまうというか、そのこうライムに持っていかれてしまうという内容がっていうことは避けてたら、まあああいう形になってきたっていう。じゃあ理想の喉電波としてはライムを刻みたいとか言うよね。あんまし別に、もうその自分が好きなこと、相手がピンとくることでリリックどんどんもうまあ、ライムとかっていうかもう音乗っててやばいなっていう、音乗ってるし、人が聞いてピンとするワードも入ってるし、自分がこういうワード言っててスッキリするし、気持ちがいい、楽しい、それではあれやね、すごく期待できるミックステージ。もともと多作者じゃないから、脳電波が多分これを機に楽曲めっちゃ探してる人おると思うんですよね。周りの同じところまで行ったラップスターの選手たちってどん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  V 出していってる中で、その PV とかの予定って
ビビはとりあえずはあれですね、まあその先行でとりあえずアルバムが出て出た後からまあちょくちょく出だすと思います、うんうん、そんな感じで今は動いてます。それならミックステープの方が早い段階で出て、まずミックステープ出て、そこから PV 出していく。PV 出していく。今後の方針とか、なんか皆さんに分かるように言ってもらえれば。うん、まあ、とりあえずそのミックステープ出して、でまあ、戦国2月あって、戦国あって、MC バトルの。MC バトルの。ほんで、まあ、ライブとかもちょくちょく出す。まあ、こうまだ公開はしてないですけど、うん、させてもらう予定なんで、うんうん、でまあ、基本的には、そこのライブとバトルと今音源出すノットっていうので基本的に活動をしていて、うんうん、今ちゃんと2月に全部出せるように確実にロールアップしますんで、ちょっとそこはちょっとそうですね、邪魔じゃない、そんなことないそんなことないそれでは次回後半に会います。バイバイ